おはようゴンザレス、パラレルです。さあ今日はエポックの2018、ヤクルトスワローズのルーキーズ&スターズを1ボックス開けたいと思います。はい、4月中旬なんですが、広島に3立て食らってまして、泥沼な状況ですね、スワローズは。それでは、右の方からいこうかな。2、4、5パックずつ開けますか。あ、ちょっと切れてないのがありましたね。まあね、ドラ1の村上くんの直筆が出ればいいですね。はい。お、デザインもグリーンの枠がありますね。はい。お塩味ですね。ルーキーカードですね。お、こちらもルーキー、金久保。お、村上くんのルーキーですね。青木選手ですね。宮本コーチ、ヘッドコーチ。お、なんだこれは。山田哲人。お、インサートが出ましたね。はい。いいインサートですね。いいとこは引けました。はい。じゃあ、あと5パック。巨人に3立てして、ね、いい手応えだと思ってたんですがね、今年は。やっぱピッチャーが打たれますよね。ここ数試合は、ヤクルトは先制をするんですが、必ず逆転負けというね。お、バレンティン出てきました。インサートですね。左の方行きましょう。トパックですね。直書きなんでね、サインがね。ここもいいとこですよね。さあ行きましょう。原樹里。大下瑠稀。上田選手ですね。雄平。ブキャナンですね。お、つば九郎出ましたね。ルーキーの村上くんですね。これは C って書いてありますね。これは金久保投手ですね。ルーキーのインサートですね。で、小川監督が出てきました。じゃあ最後、ラストの5パックですね。まだシリアルカードも出てないですから、シリアルカードと直筆サインカードがここに眠ってるってことですね。で、1パックずついきましょうか。1パックずつ。お、アルメンコ。1パック5枚入りです。
お、サイン出た。横ですね。お、お。倉本、ルーキーの倉本の直筆が当たりました。はい。45シリでした。じゃあ最後、シリアルが1枚入ってるはずなんですが。はい、ラストパックです。誰だろう？お、小川でした。ホログラフィカ。はい。60シリアルでした。はい。はい、以上になります。ルーキーが引けて大満足でした。ありがとうございました。